今日は書けない時のマズローその2回目え書けない時は生理的欲求を疑えそんな話をしていきましょう「歴史小説家康の選択小牧長くてダイジェストさん発売中小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ今日は書けない時のマズロー,マズロー対処法を、うん そのの回目の話をししていきましょう。小説の執筆に行き詰まった時多くはアイデア不足やモチベーション低下といった精神的なあ原因ばかりに目を向けがちですが意外と見落としがちなのが生理的なな欲求が満たされていいいというケースですえ。今日はマズローの5段階欲求説に基づいて書けない時にはまず確認すべき生理的欲求について お話をしていきましょうということです。マズローの五段階欲求説は人間の恩欲求を五つの段階に分類した理論です。えっと、階の欲求が満たされないと上位の欲求を満たすことはできないというまあそういうような話です。で、五つの段階は以下の通り。一は生理的欲求、二安全欲求、三 社会的欲求4承認欲求5実行実現欲求ですで小説の執筆というのはこの承認欲求と自己実現欲求を満たすものなのでまず生理的な欲求をチェックしよううとということです小説の執筆は想像以上にみんなが皆さんが思っている以上に体力と精神力を消耗する作業です で生,理的生理的な欲求が満たされていない状況では集中力が低下するとか創造性を発揮するとかということが難しくなるということです。で書けないと感じた場合まあも,もちろんその書くことがないから書けないっていうまあもちろんその根本的な問題というのはあるんですけどもそれ以外にマズローでいうところのこの生理的欲求 それをまずチェックしてみましょうということです、えー。あ、例えば睡眠不足、過労、栄養不足、ストレスの問題です、えー。睡眠不足というのは集中力の低下や判断力の低下、想像力の低下などの原因になります。それからあ過労、身体的な、 疲労というのは集中力の低下、思考力の低下、モチベーションの低下などにもの原因になります。えー、栄養不足栄養不足は脳の機能低下、集中力の低下、あ疲労感などの原因になります。えー、ストレススストレスは集中力の低下、思考力の低下、想像力の低下、モチベーション低下などの原因になります。あと意外にこれは 言われにくいことなんですけども精神疾患例えばよくあるのが統合失調症それからあと発達障害に伴う双極性障害だとかあとうつ病だとかというようなことがそういった精神疾患というものが集中力を下げたりだとかということがあります。あと 小説の執筆というのはうつ病を誘発しやすいそういう特性があるのでうつ病を持っている人はまずうつ病を治すということがうつ病の治療を優先するというのがまず鉄則だと思ってください。あと統合失調症でも幻覚や幻聴などの陽性反応があればともかくうん 陰性反応は意外と自覚症状を持ちにくいので、えー、そうした場合にも集中力の低下だとかあと読書読書力量ですな、ね、入力の低下集中力の低下などを伴うので、えー、とおし診療内科だとか精神科に通ったり入院したりした経験のある人はまず 小説の執筆を続けていいのかどうかということをかかりつけ医に相談するというのがすごく重要ではあります。で生理的欲求を満たすための具体的な方法としてはあ睡眠時間を確保する、うん、睡眠時間をどうやって確保するかというのはあまあもちろん毎日78時間の睡眠時間を確保しましょうというのは重要です。 それから規則正しい生活をする。毎日同じ時間に寝て同じ時間に起きるようにするそれから筋トレや体操など基礎体力をつけ,るつけるということでまあそれなりに筋トレは必要ですということですあと栄養バランスの良い食,食事をとるこの脳のエネルギーとなるビタミンやミネラルを積極的にとりましょうとういうこと。 えー、それからストレス解消法を見つ,める見つけると運動,運動だとか音楽療法鑑賞だとか、えー、自分に合ったストレス解消法を見つけるということが重要です、えー、小説家は不健康というイメージがありますがそれはデビューした後のことですでデビューした後は、は兼業の時期が長くつあく 軌道に小説の執筆が軌道に乗るまでは兼業の時期が続くのでそうするとなかなかやっぱり、えー、こういろんなものを削って執筆時間を捻出しなきゃいけないということがあるのでまあそれなりに無理しをしなきゃいけない時期は出てきますんただあそれはデビューしてからのことでデビュー前にはそのデビュー後の,その頑張らなきゃいけない時期のそれに備えて 自分な心身の体力をつけておくというのが重要です。書けない時はまず自分の心身の健康に目を向けようということです。生理的な欲求を満たし精神状態のチェックをし健康な状態を維持することがまず最初の小説を書き続けるための最初の第一歩だと思ってください。 書、えー、けない時はマズローの5段階欲求説に基づいてまず生理的な欲求が満たされているかどうかをチェックしようと、うん、睡眠不足や疲労や栄養不足ストレスなどの問題があれば適切な対策を講じてくださいということです。えー、とまだああーマズローの5段階欲求でこの後あと安全欲求だとか社会的欲求という。 そういったものを満たしていこうということがあるんですがそれについてはま,あまた、えー、次の機会に話をしていきましょう鈴木吉祥小説講座では随時受講生を募集していますリモート対応で世界中どこにいても受講できます江戸川乱歩賞や横溝清性リエモの新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています受講申し込みは概要欄からアクセスしてくださいこの番組のお便りご質問を募集しています Google フォームで匿名ボックスを用意しました概要欄からアクセスしてくださいその時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいですこの番組はラジオトークをキーステーションに YouTube、Google ポッドキャスト、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信していますというところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオそんなところでではではでは